開国か倒幕か、動乱の幕末にわずか6年だけ存在した新選組。彼らはいかにして歴史に名を刻むレジェンドとなったのか。松平かたもり公より直々に大気を授与された。王城の王子工事が新選組の戦場であると心得られたい。何者じゃ。いい面だ。うれえじゃろ。何なのれ。新選組副長土方歳三、あんた新選組てっぺんの顔だ。天下の武士の鏡であってくれ。私が先頭で行きます。おい北川土方、お雪さんを待たせるのはここですよ。お前に何がわかる。知らねば迷わぬ恋の道です。今日に登ればそこが戦場だ。皆聞け。二手に分かれる。池田を目指す。すべて切り捨てる気組で行く。土方は切る。戦が始まるのでしょう。あなたを巻き込むわけにはいかない。このまま行けば日本は分裂する。徳川家が政権を返上すればそれが一つにまとまる。総司、早く元気になれよ。歳、新選組を頼む。時代を追うな、夢を追え、燃えよ剣。最後の一人になってもやるわけだ。